近い将来、少子高齢化、超少子高齢化進むことにより働き手がなくなる。外国から移民をと言うても日本は移民を入れるだけの力がなくなる。優秀な移民を入れるだけの力がなくなる。するとますます日本では働き手がいなくなる。そうなると老人でも本当にやる気があって体力、能力がある人間は働いてくれということになる。これから老人になる人たちを、今老人である人たちを、やる気と体力と能力を失わなければ、あるいはもっと体力や、やる気や体力や能力を磨けば、一生仕事はある。まあ、どんな仕事かは問題であるが、それなりの仕事がある時代が近づいている。老人たちを、これから老人になる人たちを、一生働いてくれという時代が来るのに備えて、やる気と体力と気力、能力などを維持するとともに磨け、アップせよと言いたい。